経営状態を表す成績表、財務諸表。おはようございます、マサルです。今回は財務諸表について一緒に勉強していきましょう。それでは今回の問題に挑戦してください。 IT パスポート平成29年春、問い21。財務諸表から求められる総資産営業利益率は何パーセントか。あ 20%、 い 25%、 う 30%、 え 50%。 どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はう 30% が正解です。それでは解説していきたいと思います。財務諸表とは、企業が利害関係者、ステークホルダーに対して経営成績を報告するために作成された書類の総称のことを言います。財務諸表とは総称であるため、財務諸表という書類があるわけではありません。具体的には貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、株主資本等変動計算書、このような書類が挙げられます。今回は問題の中で出題された貸借対照表と損益計算書について一緒に勉強していきます。それでは貸借対照表からお話ししていきます。貸借対照表は会社の資産、負債、純資産の状況を表す書類です。表の左側が資産、右側の上部が負債、右側の下部に純資産が記載されます。一つずつ見ていきましょう。まずは資産です。流動資産というのは現金や預金などが該当します。固定資産は土地や建物が該当します。流動資産と固定資産を合わせてその会社の資産になります。単位が100万円になっていますが、今回の問題は分かりやすくするために単位を万円としてお話ししたいと思います。資産の合計額が1000万円になっていることを覚えておいてください。次に負債を見ていきましょう。流動負債は1年以内に返済する必要がある短期の借金などが該当します。固定負債は返済期限が1年以上の長期の借金や社債などが該当します。これらが負債です。そして最後、右下に純資産が記載されています。純資産という言葉の通り、純粋な資産です。会社は流動資産と固定資産を合わせて1000万円の資産がありますが、そのうち流動負債の400万、固定負債の400万、合わせて800万円はいずれ返済する必要があります。よって純粋な資産は純資産として200万円が残ります。なお、この時資産の合計額と負債純資産の合計額は必ず同じ値になります。このような特性を持っているので、貸借対照表のことをバランスシートということもあります。貸借対照表を見ることで、その会社の資産、負債、純資産を把握することができることを覚えておきましょう。では次に損益計算書について勉強していきます。損益計算書は会社がどうやって利益を出したのかを表す書類です。それぞれの項目が何を表しているのかを理解する必要があるので、若干難易度が高い問題なのですが、基本的には上から順番に見ていくことでストーリーを読み解くことができます。今回も分かりやすく単位を100万円から万円にしてお話しします。まずは売上高。売上高とは商品を売って得た金額のことを言います。つまり商品を売って3000万円売り上げたということです。その下に売上原価2000とあります。売上原価は商品を作るためにかかった金額です。つまりこうなります。3000万円売り上げたけど、その中の2000万円は商品を作るための原価ということです。こうなると残りは1000万円になります。この1000万円が売上総利益と言われるものです。売上高から売上原価を引くと売上総利益が算出されます。売上総利益のことは粗利益と呼ぶこともあります。この売上総利益をさらに細かく細分化していきます。現在売上総利益が1000万円あります。そこから販売費、一般管理費を引きます。販売費、一般管理費はその名の通り、販売そして管理をするためにかかった金額です。すると300万円残ります。この300万円は営業利益と言います。営業利益は売上総利益から販売費、一般管理費を引いた金額を言います。まずはここで一段落です。この会社は3000万円分商品を売り上げましたが、いろんな費用がかかって最終的には300万円利益が残ったということになります。
さらにここからも損益計算書は続きますが、ここで少し頭を切り替えてください。ここまではこの会社の本業である営業活動によってどれくらい利益が出たのかを計算してきました。ここからは営業外と書いているように本業以外の活動によって得られた利益について記載されています。一つずつ見ていきましょう。まず営業外収益とは本業以外の収益、例えば利息とか株の売却で得た収益を表します。この会社は営業外収益として20万円あります。しかし一方、営業外費用と言われる本業以外の費用、例えば利息とか株の売却をして損をした金額が120万円あったとされています。これを先ほどまで算出した営業利益と組み合わせるとこのようになります。営業外収益が20万円、そして営業外でかかった費用が120万円で、20プラス300マイナス120で残りは200万円になります。この200万円は経常利益と言います。経常利益は本業と本業外を合わせた利益です。さらに計算は続きます。本業での活動と本業外での活動によって得られた利益が経常利益200万円あるとして、次は特別利益、そして特別損失と続いていきます。特別利益は臨時の利益です。例えば不動産を売って得た収益などが該当します。そして特別損失とは臨時の損失です。例えば地震や火災などで損失した場合の金額が該当します。この2つを合わせると、まず特別利益は0円なので変化はありません。次に特別損失で50とあるので50万円マイナスします。残りは150万円です。この残りの金額が税引き前当期純利益と言います。長かった計算もあと少しです。最後は法人税の計算です。ここまで算出した税引き前当期純利益150万円に対して法人税を引きます。法人税は法人が支払う税金ですね。今回の場合は70万円なので150万円から70万円引かれます。その結果残ったのが当期純利益の80万円です。当期純利益は全ての利益から全ての費用を差し引いた金額です。ここまでが損益計算書に書いている内容です。計算大変でしたよね。最終的には売上高3000万円あったけれども純利益は80万だった、そのような損益計算書になっています。それでは問題を見直しましょう。財務諸表から求められる総資産営業利益率は何パーセントか。先ほど細かく見たのでなんとなく予想がつく方もいるかもしれませんが、総資産営業利益率というのは営業利益を純資産で割って算出します。1000万円の資産で300万円分の利益を生んでいることになるので 30% が総資産営業利益率ということがわかります。正解選択肢はうの 30% が正解です。それではここでブレイクタイムです。問題とは関係ありませんが、今回のテーマに関わるエピソードを紹介したいと思います。今回の問題では総資産営業利益率を求める問題が出題されていました。答えは 30% でしたが、もう一歩踏み込んで 30% という値が何を表しているのかも理解できるといいですよね。総資産営業利益率というのは資産から得ることができるリターンという意味で、リターンオンアセッツ、略して ROA と呼ばれます。 ROA の値が 5% 以上であれば優良企業だそうです。今回の会社の財務諸表であれば ROA が 30% なので超優良企業であるということがわかります。資産を効率的に利用して大きい利益を出すことができているということになりますからね。このように財務諸表を読めるようになると、これから先株の投資をするときなどに人よりも一歩深い情報を得られるかもしれません。しっかり読み方を覚えておきましょう。それでは最後に復習です。 IT パスポート平成29年春問21、財務諸表から求められる総資産営業利益率は何パーセントか。答えはうの 30%。 総資産営業利益率のことを ROA ということも覚えておきましょう。それでは今回は財務諸表について一緒に勉強しました。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえるととっても嬉しいです。そして最後にお知らせです。2024年1月からマサルの勉強部屋が運営するオンライン自習室がスタートしています。 IT を一緒に勉強する仲間が欲しい方、
チャンネルメンバーシップに登録して Discord で行われるオンライン実習室に参加してみてください。詳細は概要欄をご覧ください。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。